卵天狗竹は、原竹木天狗竹か天狗竹属のキノコで、猛毒菌として知られている。夏から秋、主にブナやミズナラなどの紅葉樹林に生える。傘はオリーブ色。乗船はない。柄は白色で唾がある。ヒダは白色。ヒダに濃硫酸を垂らすと、淡辺に紫色に変色するという、他のキノコには見られない特徴があり。 このキノコの判別に用いられる。種名ファロイデスの意味は、断根に似たであるが、文字通りの意味なのか、ファルスに似ているという意味なのかは、はっきりしない。本種は、毒ツルタケやシロタマゴテングタケと共に、猛毒キノコをサンヤなどと呼ばれているほどの猛毒種で、ある。中毒症状は、毒ツルタケやシロタマゴテングタケ同様、二段階に分けて、起こる。 まず食後24時間程度で、これらのような、激しい嘔吐、下痢、腹痛が起こる。その後、症候状態となり、回復したかに見えるが、その数日後、肝臓と腎臓糖内臓の細胞が破壊され、激症肝炎様症状を停止高確率で死に至る。古くから知られている、毒キノコであるため、その毒素成分の研究も進んでおり、アマトキシン類、ファロトキシン類、 ビロトキシン類などがその毒素であることが明らかにされている。これらは8つのアミノ酸が感情になった感情ペプチドであり、卵天狗だけの毒性はこのうち主にアマトキシン類によると考えられている。毒性はアルファアマニチンでマウス0 3キログラム。アマニチンは消化管からの吸収が早く1時間程度で肝細胞に取り込まれる。 アマトキシン類はこれらのキノコ毒の中では、地効性であるが毒性は強く、卵天狗だけの要菌一つに、人の致死量に相当するアマトキシン類が含有されている。アマトキシンは細胞において DNA から、メッセンジャー RNA の転写を阻害する作用を持ち、これによって、タンパク質の合成を妨げ、体組織、特に肝臓や腎臓などを形成する個々の細胞を、 そのものを死に至らしめることが、この、キノコ毒の毒性につながっている。また、他に、タマゴテングタケと名の付くキノコに、黒卵タマゴテングタケ、タマゴテングタケ子ドキ、コタマゴテングタケ、コタマゴテングタケなどが存在するが、いずれも有毒である。タマゴテングタケにはこれら毒成分に対する、高毒活性を持つアンタマニドという成分も同時に、含まれており、 食中毒を抑えることこそはできないが、これを動物に投与してから毒を与えても中毒しない。ヨーロッパには多く自生しており、デスキャップと呼ばれ、よく知られた毒キノコの一つである。また、ニュージーランドにおいても多発する。日本では北海道で発見されることがあるが、本州以南の地域では見つかることは稀である。下毒剤は存在しないため、 毒成分の体外排出促進と脱水症状への対症療法を施す。肝機能検査、腎機能検査と活性担当予は数日間継続。強制利尿、血液吸着毒成分が露過膜を通過しがたいので血液透析は無効とされている。ありがとうございます。